瀑布洞穴，这是什么东西？长得像哥布林？没有，应该说性质有点像哥布林。それにしてもあんた、よく一人でここまで来たな。私はアマゾネス軍のリーダーです。槍の扱いには自信があります。そうか。じゃあ一緒に行けば戦いが楽になるな。参ります。せっ、そこ、よ。オーケー、任せな。反击，受到伤害时30秒内提升10%攻击力，效果不重复，快速回复，异常状态时间缩短，击破 SP 加，使用必杀技的时候恢复 SP 消耗量。只受到了伤害无效，哇，好像很强哦，提升10%暴击率。嗯，先加个力量好跳一跳，怎么被按摩摸？原来是昼夜交替。
戦闘開始だ。協力して倒すぞ。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。私が倒します。皆さんは休んで続くよ。当然だ。驚くほど手応えがなかった。覚悟するんだな。そこだ。敵です。注意してください。まだ簡単に勝てちゃいましたね。有好多只。よっ、俺が前に出る。背中は任せたぞ。いい調子。よっ。せ。やっ。これ。こいい調子。当然だ。よっ。そこです。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。打断他。加油啊，丽丝！我们只会睡。簡単に勝てちゃいましたね。天鼠顺杯。死ぬかと思ったデッチ。どうもありがとうサンデッチカ。あたちはシャルロット。この先のウェンデルに住む美少女デッチ。こいつは驚いた。こんなモンスターだらけの洞窟に女の子が一人でいるなんて。だってクーウェンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。マチ、大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。謎超級弾跳。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタシャンが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタシャンが、
もう少し遅かったら今頃、うん、なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな。俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから、送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさん、うちのおじいちゃんに御用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんでちから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。嚣張了。別にあんたさんの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。嚣張。ではでは、バイビー。バイビー。元気な女の子だったな。10年後にはいい女になってそうだ。十年養成计划。还真的是哥布林啊。看他一脸是哥布林样，结果他真的是哥布林，我没认错他。敵が道を塞いだか。すぐに倒して先に進むぞ。当然だ。いい調子。当たって。洞窟内は暗くて戦いづらいですね。早く出たいです。快升等、快升等。来啦。怪物，因为它可以弹跳，太酷了吧！它是固定把你弹到那上面去。哎，出来之后就看不到我第二个伙伴了。也不能切人，只有战斗的时候才可以切人。
终于到圣城了。ようやくウェンデルに着いたな。光の司祭さんが呪いの解き方を知っていればいいんだが。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。配电换装喽！啊，晚上才营业。哟，换装配电呢？いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。おお。哦，穿的不一样。各100块。使わせてもらう。お目が高い。使わせてもらいます。商品揃えてるよ。またのお越しを。城镇之后就分开了，设计也是蛮特别的。种了一堆奇怪的东西出来。我们刚刚打那个刺客虫之眼也是蛮厉害的东西，它是蓝色的。丢，现在遇到的怪物都可以秒杀。
什么？还好有好东西可以去学。这是什么道具店？啊，那个是酒馆啊，这个武器店。いらっしゃい。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。武器店、一定要换的。これ欲しかったんです。またのお越しを。好的，武器可以换，赚更多的钱。道具店倒是感觉没什么要买的。せ、哼。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。司祭さん、あんた死の首輪って知ってるか？どうすればジェシカの呪いが解けるか教えてくれ。死の首輪、あの封印されし古代呪法か。一体何が起こったのじゃ。実は《そのイザベラというもの、ただものではなさそうじゃな。ホークアイ殿、残念じゃが、わしでも古代呪法の呪いを解くことはできん。マナの女神様でもない限り。そんな、マナの女神様でなきゃ無理だなんて。じゃあ、どうすることもできないのか。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。他听到这个这么淡定。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんとローラント王国が。しかしこればっかりはマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れれば
マナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって、聞いてないよ。おいフェアリー、どういうことだ。ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ、今頃。はいはい、そりゃよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろ。さっさと俺から離れて、そのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。精神体ね。俺は行かねえぞ。そのマナの剣だがバカの剣だかに用はねえからな。真相。あら、あなたジェシカの呪いを解いてイーグルの仇を取りたいんじゃなかったの？わ、マナの剣を使えば呪いを消したり、一波推销、イザベラを倒すことができるよ。一波推销可以。あ、てめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし、黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力を与えられ、その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。イーグルの仇イザベラを倒し、ジェシカを救うためなら何だってやるぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため、8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり、利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは、同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。
お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリーさん、私にもお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、マナの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとうリース。マナの女神様がお目覚めになればきっとローランドの再建に力を貸してくださるでしょう。ええ。产生了新的力量。连接技能，光之祭祀连接技能提升30最大血量。哦，为队伍全体技，成员都能够装备特殊技能。哦，意想不到人物身上取得连接技能。